黒い男たち。私が通う中学校に UFO が三度の飯より好きという T 君という男の子がいた。UFO に関する雑誌や単行本は大抵持っている。カメラを持ち歩いていて空を一日中眺めている。そんな子だった。 ある日、投稿すると、T 君がえらくはしゃいでいる。すごいもんを撮ったぞこれは本当にすごいぞ現像ができたらお前らにも見せてやるからな声高らかに何やら自慢している。T 君の手の中には、フィルムケースに入った未現像フィルムがある。どうやら UFO の決定的写真を撮ったらしい。 ともかくその日は、T 君の UFO 撮影話で持ちきりだったという。ところが、翌日から T 君は学校に来なくなった。その次の日も、その次の日も。数日後、担任の先生から、T 君が行方不明になって、家族の方から捜索願いが出されたと聞かされた。 そしてそれ以後、いまだに t 君の姿を見た者はいないのだという。t 君と親しくしていた友人が一度お母さんと話をしたらしい。するとこんな話を聞かされた。t 君が姿をくらます直前のことだ。 その日の夕方近く、玄関先に見知らぬ男が T 君を訪ねてきたという。二人組の男。対応に出た瞬間、その異様な姿にゾッとしたという。<music> T 君はいますか ボソッと言葉を発した。t は今学校ですけど。そうですか。じゃあ t 君の部屋に案内してくれませんか。t 君に大事なものを預けてあるんですが、それが必要になったのです。二人は返事も聞かずに、ずかずかと上がり込んだ。 あまりのことに、お母さんはただおろおろするが、さっと T 君の部屋がある2階へ上がったので、やっぱりあの子の知り合いなのかな、と思ったのだ。だが、すぐに男たちは降りてきて、失礼しましたと帰って行った。それからすぐ、T 君が学校から帰ってきた。ね さっきお前の知り合いだとかいう二人の男の人が来たわよ。と、t 君に言うと。えー、そんな人俺知らないよ。誰かな首をかしげながら二階へ上がっていった。誰だ俺の部屋めちゃくちゃにしたやつはと、怒り浸透の t 君が降りてきた。すると、 電話が鳴った。t 君が出た。t 君の顔がみるみる好調し、え、本当ですかえー、すごいとはしゃいでいる。電話を切ると t 君はこう言い残して家を出た。母ちゃん、俺な、すごい写真撮ったんだ。それ、 雑誌が載せてくれるって。雑誌社の人が駅前の喫茶店で待ってるから、俺写真持ってく。それ以来、T 君は帰って来ないのである。